どうも、木俣俊太です。今日も動画を見てくださってどうもありがとうございます。今回は芸能活動を長く続ける方法というテーマでお送りしたいと思います。僕は以前木下ほうかさんなどがいらっしゃる芸能事務所でマネージャーをしていたことがあって、自分自身も俳優をしていた経験があるんですが、今回の動画でもその頃の経験から皆さんにお伝えしたいことをシェアさせていただけたらと思います。芸能界の様々な情報を動画にしておりますので、ぜひチャンネル登録していただけたら幸いです。芸能活動をする上で売れるタイミングってやっぱり人それぞれだと思うし、芸能活動を始めて 1,2 年で一気に売れるというのは本当に一握りで、個人的に大事だと思うのはやっぱり長く続けることだと思います。でもとはいえ30歳ぐらいを超えてくると、やっぱり親や周りの目が気になってしまったりということもなんだかんだあると思うし、そういった社会的な見え方のために芸能活動を断念してしまう方も少なくないと思います。あとは金銭的なことも大きいですよね。10代20代の頃はアルバイトしながらでも全然問題ないと思うんですけど、やっぱりなんだかんだ年齢重ねるごとにかかるお金って増えるものだし、30歳超えてくるとやっぱりちょっとアルバイトすることにどうしても抵抗を感じてしまうという方もいると思います。なので今回はそんな方に身につけてほしいことをお伝えしたいと思います。ちなみにこれは演技力とか本業の芝居に関することではありません。でもその本業を長く続けるために必要なことだと思います。もう早速結論を言ってしまうんですけど、それは収入を得られるぐらいのレベルのスキルです。手に職をつけることとも言えると思います。これは本当に人によって様々だと思うんですけど、芸能活動を長く続けていこうと思ったらこれがあるだけでだいぶ金銭的にだけじゃなくて精神的にも安定すると思います。ちょっと抽象的すぎると思うんで具体例を出していけたらと思うんですけど、僕の友人の俳優さんはですね、すごく筋トレが好きで、アクション系の映画にも対応できるようにと、普段から筋トレをされてたんですけど、それを極めたことで役者としての活動をしている以外の時間でジムのパーソナルトレーナーの仕事をしてるんですよね。しかも普通にその仕事の収入で十分生活できるだけの収入を得れているんです。他の知り合いの女優さんは国外での役者業をメインにされている方で、それもあって英語がすごくお得意なんですが、その方役者業以外に英会話の講師の仕事をされてて、ちゃんとそこから収入を得られてるんですよね。生活費としてお金を稼ぐだけなら、例えば居酒屋とかのアルバイトでもいいんじゃないのと思われる方もいらっしゃると思うんですけど、今紹介した方のお仕事とアルバイトのお仕事と大きく違うのは、仕事を通じて自分のスキルも高まっていくかどうか、そして収入が時給制かそうでないかだと思ってて、もちろん居酒屋のアルバイトでも得られるスキルはあると思いますが、ちょっと本業に生かしづらいというか、アルバイトを通じて何か明確なスキルが身についていくかというと、そうじゃないケースが残念ながらほとんどだと思います。でも筋トレや語学についてのお仕事って、筋トレであればアクション系の作品に、語学であれば海外の作品にというふうに、本業の役者としての仕事にもすごく生きることが多いと思うんです。余談ですが、ある方はボクシングジムのトレーナーの経験があることから、ボクシング映画のトレーナーの役で商業映画のメイン役として出演された方もいるほどです。こういった芝居かける〇〇みたいに、芝居以外にもスキルがある人っていうのはいろんな意味で強いんですよね。もちろんあくまで本業は役者っていう意識活動をしていかないと、気づいたら役者業よりそっちが本業になっちゃってたっていうケースもあるので、注意が必要なんですけど、話を戻して、そういったスキルに基づいた仕事って、誰でもすぐにできるわけじゃないので、時給も高いし、そもそもフリーランスとしてやっていけば時間に対する報酬も自分で決められるので、その金額もスキルに応じて高まっていきやすいんですよね。あと本業の役者業に費やす時間を少しでも増やすためにも、その副業の時間給はなるべく高くしていった方が、当然役者業に費やせる時間も増えますよね。だから本業は役者さんという方も、何か役者以外のスキル、それも十分な収入を得られるぐらいのスキルを身につけておいた方が、本業の芝居にも専念できるお金と時間が生まれますし、あと親からも「あんた大丈夫?」と文句言われないと思います。ただこれはすごく難しいことだし、こういったスキル誰もがすぐ得得できるわけではないと思うんですけど、まだそういった自分にとってのスキルが何か見つけられていない方や、まだそのスキルが生活賄えるぐらいのレベルに至ってないっていう方は、通常のアルバイトでそれまでやりくりするということでも全然ありだと思いますが、そのアルバイトももちろん役者業やそのスキル磨くためにも、なるべく時間的に融通きくアルバイトの方がいいと思うので、こちらのサムネイルの動画で紹介させてもらっている仕事もお勧めしたいなと思います。
今の時代は本当に何が起こるかわからない時代で、コロナなんてまさにそうですけど、いつ役者業が急にできなくなってしまうかわからない時代だし、コロナもどうやら今年もしばらく続きそうですし、役者業がストップしても大丈夫なもう一つのスキルがあるとすごくリスクヘッジにもなると思います。あとこれは今現時点で役者業だけで生活できている人にも言えることかなって思います。役者業って本当に安定とは程遠い仕事だと思うし、年を取るに伴ってできなくなってしまう分野の仕事も残念ながらあります。でもだからこそ少しでも長くこの業界で活動するには備えが必要です。役者以外のスキルが自分にはないだろうかと一度ぜひ振り返ってみてください。今のところないという方は探してみてください。そしてできれば芝居と同じくらいやり込んでみてください。それも全ては役者として活動し続けるためのことです。そういった経験の全てが活かせるのが役者という職業で、その全てがあなたの芝居を深めてくれると思います。一緒にこの激動の時代乗り越えていきましょう。というわけで今回はこの辺にしようと思います。これを見てくださっている皆さんが役者としてさらに活躍していってもらえることを心から祈ってます。これからも皆さんに役立つような芸能の情報を発信していけたらと思いますので、こういった情報に興味があるよという方はぜひチャンネル登録とその横のベルマークのクリックもお願いします。またこのチャンネルのメンバーになってくださった方にはプロフィール作成のお手伝いや、メンバーの方限定の演技ワークショップの実施、映像資料作成のお手伝いなど様々な特典をご用意させていただいているので、そちらももしご興味あればご参加ください。動画を最後まで見てくださってどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。